スター発掘バラエティー、ブイチ塾長のあとは任せた。この番組は引退間近のロートル2人が今までお世話になったパチスロ界のために次世代のスターを発掘する番組です。さあ始まりました、ウイチと塾長のあとは任せた。さあ久しぶりに群馬県は前橋市にございます、うん、スロット三栄さんにお邪魔しております。はい、久々だね。確かね、記憶が正しければ、うん、初めてのこの番組の実践ロケで使わせてもらった店。そうそうそう、最後怒ってチンコ出したとこですね。チンコだった。そうだそうだ、思い出した。お前うるせえよ。聞いたわ。塾長の金玉が飛び出たお店ですが、今日も出るかもしれないよ。今日はね、金玉に重傷を負ってる尾本君が、それちょいちょいガニ股になると思うんですけど、何なの金玉怪我するって。起きたら血だらけになってました。玉が噛まれたの。さっき女にマリブに見せたんですけど、こいつをタクシーの中で出したらしいぜ。いや、マリブに見てもらいたかったんですよ。そうなんですよ。さっきはマリブ言ってますが、はい、なんと、はい、コカツくんが本日リーチということでね。最速リーチ、最速ですよ本当に。それを嗅ぎつけてかどうなのか知りませんが、マリブくん勝手に遊びに来てます。しかも黒いの着てるよ、全身黒くしてきたって言ってましたよ。そんな予感がして、そろそろかなと。いや、そうですね、一昔前のジョーノみてえだな、はい、お前。高崎駅遠くからあの金髪見てすっげえテンション下がってすごい、ね、本当に気合あったと思って。しかも小勝くんかなりの縛りを受けているようでございまして、お前 A タイプ逃げたらクビだからなって塾長に言われてる。最悪っすね。ずーっと言ってる。クビじゃない、クビじゃない。お前まさか A タイプ花火打つような真似はしねえよ。そんな言い方じゃないって言ったら、これ自分でいや、こっと打ちますよって。どんな言い方だったの。花火さんばりの言い方です。どんな感じ。お前花火打ったらクビだからな。言ってないよ。言ったぜ。そうすりゃいいんだよ俺。いや、花火を打てばっていうか、もうそれ A タイプイコールみたいなことでしょ。イコール逃げ逃げ桜って言ったんです。で、僕去年のグレードボーネガティが花火したんで、まあ、A タイプってことだと思う。だよね。そうで、凱旋打とうとしてるでしょ。いや、もうぶっちぎりで打とうかなと思ったんですけど、マリブ見たらちょっと今冷静になってきました。お前ちょっと凱旋をもう帰れよ。線出たらクビなんだね。そう、今日はディレクターに言われた。実践云々じゃなくて立ち位置をずらそうとしてます。押すなよ、押すなよ、押せよって顔してたからさ。なるほどね。いや、やばいよ本当に。回線行かない方がいいっすね。ちょっと今八百屋さんここでクビになったらその前例ができちゃうから僕らも怖いんですよ。あいつ大臣クビになれと思ってるんですよ。こうやってカメラが回ってる時だけはさ、綺麗事言うて。あいつそんな回線打てとか A タイプダメとか言わないっすよ。さあ、というわけでこの番組のルールを説明しておきますと、はい、まあ、とりあえずね、一人ゲストという感じで、メインの人をここに据えまして、塾長と僕の終始、出玉を上回ると居残りということになっております。で、どっちか一人にでも負けてしまうと、残りのカスグループS4Rから一人、うん、トップの人と入れ替わるという感じになっておりますが、うん、S4R 組の中で3連敗してしまうとマリブと交代と。もう決まってんすか。もう公認は決まってんすか。しっかり誰かと交代しようって言ったら、リーチのために来るんだろ。嗅ぎつけてきちゃってるからさ。でも本当リーチのために来るのも大変ですからね。リーチね。いや本当だ、群馬まで勝手に来てるからしばらだよ。やる気が違う。この時点でいいんじゃないかなって思うんだけど。そうね。もう変えてもいいから。そうそう、僕らどうしようもできないじゃないですか。そんなだよ。そのやる気を買われたら僕らもその後来ますよ。一回落ちたんで。そうそうそう、絶対来ますよ。前日になんか僕ギャラなくていいんでとかいう LINE とか来ればさ、そうそうそう、あーなんかこいつやる気あるな。じゃあ送りますよ僕らも。いいのじゃん。僕らも。いや、一回落ちたらその時考えます。落ちたら考えます。というわけで、まあ、一応最初なんで聞いておきますと、諸積は何を打つんですか。僕は、まあ、ここでまず最下位にならないこと考えて花火いきます。あいつよ。動かさないで、俺もダメ。設定1でもフル攻略なら 100% 超えると言われてる花火を打ち
しますよ。ガチガチの立ち回り、プロだな。しっかり氷も取りこぼさずに。僕も前回の順位が確定した時に決めてたんで、花火フル DD でいきます。フル DD で。もうどれしか狙われってやつ。4台しかないですからね。うん、4台中2台僕らが取ります。やばい、ね。逃げてる逃げてる。あの斜めの氷も全て狙ってる。絶対狙う。ケツラが枠下に逃げても狙います。ちゃんと狙う。万が一があるからね。そしてその2人を上回らなければいけない小勝くんは、いやもう攻めるしかないんで、おジャグラー打ちます。いいぞいいぞ、それでいい、やめさん、それでいい。ディレクター守らば、もう戻ってもちょっとずれたら首なんすよ。俺の負担を引っ張りまくってたからね。常に泣きそうだよ。いやだってどこに落とし穴あるか分かんないから、常にディレクター見ながら受けた方がいい。急にそうしないと、うん、あの気づかない間にやられてる可能性あるから、ね、ビビりながらマイクがずれてるとかね。そうね、気をつけた方がいいですよ。大丈夫、元気出せよ。小勝くんは真の作戦はどの辺に？いや本当に攻めようと思ってます。あ、攻める。ジャグラーで。だってビリ取ったら首だけど、トップ取ったらそこですからね。ああ、そうだよね。だからもう攻めるしかないです。前向きだね。イス。なるほどね。わかりました。それでは、S4R 組はこの辺でお別れになります。はいはい、さよなら。さよなら。さよなら。マリブと一緒に楽しくってね。さあというわけで、はい、ゲストはちょっと金玉に重傷を負ってる桃田くんですが、そうなんですよ。はい、今日どうする？スロー戦だよ。得意のパチンコがないぞ。そうなんですよね。だから、まあ、ニューパルかサンダーかあったら打ちたいなと思ってるんですけど。あ、お前も？僕はもう最初から決めてました。あ、そう。とりあえず様子を見ながら、はい、うん、固めの立ち回り。そうですね。一応ロケとしては新年一発目なんで。あ、そうだね。うん、そうですね、はいはい。放送はもうだいぶ後ですけども、うん、頑張っていきたいなと思います。はい。桃田君も今日は頑張っていただきたいと思います。はい。それでは早速実践スタートでーす。3人の勝負よりも気になるのは八百屋の卒業。ファーストラウンドスタートです。あ、俺のあれがねえよ。俺のあれがねえよ。おい。どこだ俺のバジリスクは。はっはっ、あんた秘宝じゃんじゃん。ちょっとダメですよ。隣空いてるでしょ。打ったことないんだよ。あ、バジあるじゃん。バジにした。バジにする。バジバジ、朝はバジって決まってんだ。お作法だ、お作法。パチスロのお作法、朝はバジからってね決めた。こんなのいつでも打てるもん。バジリスク打ちます。得意の。よしよし、座るのがほんと辛いですよね。あ、これダメなやつだ。ダメなやつだ、これ。さあ、じゃあちょっと俺もパチスロでも打つかな。ちょっと忍び魂失礼しようかな。じゃあせっかくなんで失礼します。じゃあバージ打ってきます。とりあえず朝一はね、まあ看板しくなかったら移動ということでやってきます。多分当たるの一番遅いよ俺。巻き物一回も俺だけ引けてないっていう。もう嫌になるよ本当よ、バジリスクよ。いくら今まで入れてると思ってんだよ。あ、当たるね。ほら1回目で入ったでしょ。あ、当たる。お
女の激アツなんですよ。はい、来た、64ゲーム投資3000円でございます。青か強制で当たりましたね。これは当たんないね、多分。何回目で当たるかだよね。ここはないっすね。さあ、球を負傷している状態からスタートですけど、ちょっと態度悪いですけど、本当勘弁してください。今日だけはマジで痛みを逃がさないと座れないんで。はい、で基本点ですね。基本バー狙いでいいと。で、要はチャンス目の形、要は秘宝点のチャンス目の形になったら、今回はそれがボーナスになると。まあ、爺様ですよね。簡単に言えば爺様。まあ、引いた時にまた説明しようと思いますけど。なんかね、体が痛くてしょうがないんだよ。多分お正月に縄跳びをしたせいだと思うんですけどね、すごい体が痛くて。今日は新年明けて一発目、1月の5日なんですが、なんとついに私、このお正月一度も家に行かなかったというね。やばいんだよ、もう。まあ、家の用事がいろいろ忙しかったっていうのはあるんですけども、それでも今まではこうなんとかしてね、元旦に一応ね、なんかこう今年の運勢を占うみたいな感じで2時間とか打ちに行ったりしてたんですけど、ついにそれをしなくなりましたね。なんていうかね、そのどうせ負けるじゃんっていう感じがすごい強くて、特にここ数年もう感づいてましたけどね。年間収支とかもう、2015年追っかなくて計算しませんでしたんで、1日1日の収支は書いてありますけど、もうちょっとダメすぎるんだよね。まあ、多分今年パチスロがガラッと変わると思うんで、そうなるとね、幾分多分マシにはなると思うんですけど、それも結局こうあんまり負けなくなるっていう感じが強いんだな、今のところの印象だと。まあ、でも思ったほどではない感じはしますね。秘宝伝の新しいやつとかはもろにその新基準、いわゆる 5.5 号機と呼ばれる台にほぼ近いというか、そのほぼ一緒なんですが、中身がね。それでまあ一撃で1000ゲーム以上乗ったり、一連の流れであっという間に万枚超えたりみたいなこともあるのを確認できましたから、まあ言われてるほどではなかったなという感じですね。そういう意味ではこの忍び魂も一昔前の機種なので、
これから出てくる台に非常に近い仕様と言えるんじゃないかと思うわけですよね。割と凱旋打ちたいんだよな。一回も俺言わせたことがないんで、凱旋で一回たりとも。だからね、勝負したいんだよね、本当はね。言わせられなくても、この間終始を見返したんですよ、2015年、29戦4勝、4000枚1回、1500枚1回、あの全部1000枚以下2回。言わせたいでしょ。あ、ちょっと熱い。あ、これ熱いよ。で、リプレイ外れたらもう当たり。あ、ほら、そろった。で、今、高額に上がったっぽいから、あ、これ上から2番目かな。あ、下から2番目だ。ドラゴンを倒せばいい。まあ難しい、ここは本当に。また変化引いた。これだけじゃいらない。こっからは転落を引いたら終わり。転落を引く前にこういうベルを引いて倒す。これだけだもん。あ、引かないな。あ、これが転落のピンチで、ここにさ丸いのあるじゃないですか。まあ見づらいけど、 O と U の間に丸いのがあるんですよ。これボタンを押して、ここにもしチカッて光ったら継続。ほら光った、いいなって、これ継続。終わってるけど継続。これちょっと小ネタね。なんか引いた、なんか引いた。あーと思うじゃん。こっから超粘るから、この台もう一回チェリー引いたら勝ちだね。 99% ダメだと思ってるよ俺は。あー叩けねえ、怖くて。これ攻撃してるから平気でしょ。一発やった、秘宝ラッシュだ。でこれで秘宝ラッシュで入ると、ラッキーで順。ここでまたあのボーナス引かないとダメなんですよ、50ゲームの間に。でこのビックリマーク出るときはパーを狙う。これで OK、 回避。これね、でも連続いくと上乗せします。今2回でしょ、もう1回いけば多分上乗せする。まあ引かないよね。ギリギリで引いた。で、まず何が来るか。これ下から2番目のやつね。いきます、6ゲームしかないから100番の世代ね。いきますよ。はい、これ今来ました。で乗る。要はあそことか、あのハテナの下にあるじゃないですか。あのクレアチャレンジもそうだけど、あの辺り欲しいですよね。多分ちょっと結構乗ると思う、50とかは。何ゲーム？あー10、1、2、あと3回、あと4回まで耐えたいですね。てか耐えないと何もできない。え、来た。うわー50でかい。
1、2、あと3回、あと3回だいたい。じゃあ超怖え。あ、来た。10。いやー、ここ欲しい。とりあえずクリアチャレンジ、チャレンジ、クリアチャンス欲しいね。いくよ。よし。これ結構でかいの乗る時あるんですよ。ほらほらほら、乗るんだよ。乗れろ。うわ、ピラミッドパワーあるじゃん、上。あれ多分100以上でしょ。まあとりあえずここ頑張ろう。ここ一回ね。でここでクリアチャンスだったらでかいでしょ。こういう時終わるんだよな。でも行くよ。よし、なんか引いたべ。あー、多分休め。あ、金だけど、金だ金だ。やばいね。あっち行ったらやばいじゃん。もう一回100乗るじゃん。まあ多分ここら辺は休めだと思うんですよ。いきますよ。あれはちょっと高いかな。いきますよ。セーフ。セーフ。うわ、ついてる。また引いたよ。これ引いたよ。やばい。さあ、やばい。ピラミッドパワー近い。もうちょっとここを耐えよう。とりあえず行くよ。タイミング大事。セーフ。まだついた。あ、全然ダメだ。行くよ、ピラミッドパワー。行くよ、マジで頼むよ。これ大事だよ。行くよ。セーフ。よし、次も欲しいよね、これね。クリアチャンスね。行くよ、行くよ、あと2個欲しいね。ここ、とりあえずこれハテナ消化しよう。一回消化しよう。これは行くよ。セーフ。よし、ここね、ここ欲しいよね。レイアーク欲しいよね。ここね、行くよ。超怖え。セーフ。よし、あ、ちょっとでかいか。 50?10 かな。よし、50。セーフ。え、引いたべ。あ、引いてなかった。あ、終わっちゃった、終わっちゃった。セーフじゃなかったね。あ、復活ない。もうちょっとだった、感想まで。当たった、天井前で。得意だよね、もうこの辺450あたりでさ、クソみたいなさ当たり引くの。ほら、まあいいんだけど、天井行ったってなんもないからね。あ、来た、ドイチ、ドイチの子来ましたよ。なんか今変なこと言わなかった。ついにこの火が参ったから、これ入るんじゃねえの。
当たった。残りベル1回で当たりました。だからなんだって話ですけどね。もう結構な感じでいい塩梅に出来上がってますからね。出来上がってるっていうのはそのふてくされモードに突入、特化通り突入してるってことですからね。3回目変更っぽいね。またなんか引いた。そろそろボーナスいいんじゃないですか。あー来た、当たったな。うん、まあ当たってますね。はい、216、投資が8000円。よしよし、いいでしょう。さあ3択当てれば、当てまくれば月光の時。はい、小振りで正解ね。あと2回でしょ、だって。うふぅー、リーチ。あと1回で月光です。いただいたな、これ。あと1回ぐらい当たるでしょ。あともう全部順押しにしよう。決め打ち、決め打ち。早く出ろ。いただきます。おーい、まあまあ、まだまだ十分あります。早く出て。おーい、押し順、押し順、ナビ押し順。おーい、そりゃねえよ。出ろ。三択、三択お願い。早く。おー、きた。いや、もう決め打ちしたから順押しだよね。いただきます。おーい、もうもう次でおしまい。押し順が出なきゃアウト。せい。うわー、あー、もったいねえなー。非常にもったいなかった。今週はここまで。いきなり710ゲーム上乗せした主だ。次回収録もゲスト待遇で番組に出演できるのか。